統一指数による能力偏差値が優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますのでご利用ください。船橋競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、5レースの1つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、2レースと、 6レースと8レースと10レースの4つのレースとなります S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます船橋競馬5レースの本命馬から解説していきます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています指数は青色の折れ線で表されます 黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、さまざまな適正分析が可能です。例えば、枠順は緑の四角でプロットしています。本命馬は6枠6番、ブラッドラインです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は66%を見込んでいます。まず 本命馬の指数、グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、一層前の指数の7。3で連帯目安の黄色線を34上回っています。一方最低の指数となっているのは、3。層前の指数の4。4で黄色線を5上回っています。本命馬の能力は相当高いです。 他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、5走前の指数の50で、本命馬のピーク指数に対して、23下回っています。最低指数に対しては、6上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。次に、 黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは3走前の指数の47で本命馬のピーク指数に対して26下回っています最低指数に対しては3上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり 若干のリスクはあります次に本命場に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 5 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、一走前は紫の丸が1500。1500は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位は オレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が2番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は54でトップです上がり指数は28で2位です楽に後位につけられる高い先行力を持っています以上より本命馬の適正は距離適性と 展開面が高評価できます。適正面のリスクは低そうです。以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面のリスクは低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は66%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。 推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。金沢競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが s ランクのレースは。三レースと。四レースと。八レースと。十一レースの。四つのレースとなります。 本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、2レースの1つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。金沢競馬、11レースの本命馬から解説していきます。本命馬は、6枠6番、梅太郎です。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は46%を見込んでいます。まず 本命馬の指数、グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。均等で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、一層前の指数の6。7で連帯目安の黄色線を20上回っています。一方最低の指数となっているのは、5。層前の指数の47で黄色線を1上回っています。本命馬の能力は相当高いです。 他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2層前の指数の46で本命馬のピーク指数に対して21下回っています最低指数に対しては1下回っていますこの馬の逆転の可能性は低いです次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます この馬の最高指数となっているのは、5走前の指数の46で、本命馬のピーク指数に対して21下回っています。最低指数に対しては、1下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。 距距離離適正から見ていきまます。す。す。はは紫色の丸です今回 1400m となります指数がピークとなっているところは一走前は紫の丸が14001400は適距離です展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは 一層前はオレンジの四角が鼻を切っての競馬です。鼻を切って逃げが必須のタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は51でトップです。上がり指数は38で2位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。以上より、本命馬の適性は距離適性と展開面が高評価できます。適性面のリスクは低そうです。 以上の分析をまとめますと、タバとの力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。適正面のリスクは低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は46%と申し上げましたが、それ以上の勝利確率を望めそうです。推奨の本命馬として最適です。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 岡競馬から推奨レースを紹介します本名馬の偏差値ランクが S ランクのレースは3レースの1つのレースとなります。本名馬の偏差値ランクが A ランクのレースは1レースと5レースと6レースと7レースと8レースと9レースの6つのレースとなります。S ランクの本名馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。岡競馬 3レースの本命馬から解説していきます本命馬は5枠5番ガイストフォルですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は65%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2走前の指数の66で 連帯目安の黄色線を38上回っています一方最低の指数となっているのは3走前の指数の39で黄色線を11上回っています本命馬の能力は相当高いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2走前の指数の37で 本命馬のピーク指数に対して、29下回っています。最低指数に対しては、2下回っています。この馬の逆転の可能性は、低いです。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、4走前の指数の39で、本命馬のピーク指数に対して、27下回っています。最低指数と同等です。この馬の逆転の可能性は、 低いです。以上、より束との力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところは、2。層前は紫の丸が1200、1200が敵距離ですが、過去1年。 1500 1400以下のの出走履歴がありまません1400への距離短縮適正は不明ででリスクですす展開面を見ていきますレース展開はハイペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、2走前はオレンジの四角が2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、 25でトップです。上がり指数は31でトップです。楽に好意につけられる高い先行力を持っています。レース間隔を見ていきます。今回は2週間の休み明け叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。開催場適性を見ていきます。盛岡では他の開催場と比べて高指数をマークしています。以上より本命馬の適性は 展開面とレース感覚と開催上適性が高評価できます一方距離適性がリスクです適性面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうでリスクは低いです適性面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は 65%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。佐賀競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、一レースと。 2レースと、3レースと、4レースと、5レースの、5つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、9レースと、11レースの、2つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。佐賀競馬、5レースの本命馬から解説していきます。本命馬は、6枠6番、ランカークールフです。 この馬の偏差値ランクは s ランク、勝利確率は5。3%を見込んでいます。まず、本命馬の指数、グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。均等で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、2。走前の指数の5。6で連帯目安の黄色線を27上回っています。一方最低の指数となっているのは？ 4層前の指数の8で、黄色線を21下回っています。本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、1層前の指数の41で、本命馬のピーク指数に対して、15下回っています。最低指数に対しては、 三十三上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の三十七で、本命馬のピーク指数に対して十九下回っています。最低指数に対しては二十九上回っています。この馬にすべての条件が揃えば。 逆転の可能性も多少はあります以上より他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1300メートルとなります指数がピークとなっているところは2走前は紫の丸が1300 1300は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、2走前はオレンジの四角が2番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。選考力分析シートへ切り替えます。選考力は13で6位です。上がり指数は 23で8位です。平凡な先行力で好意につけられないリスクも若干あります。レース感覚を見ていきます。今回は、連投になります。連投の影響は不明です。以上より、本命馬の適性は、距離適性が高評価できます。一方、レース感覚がリスクです。適性面には、多少のリスクはありそうです。以上の分析をまとめますと、バとの力関係からは、 他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は53%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです